皆さんこんにちは。くまぱん園芸ナビゲーターこみです。今日はこちら持ってきました、ハオルチア、はい、紅葉系です。こちらはねグリントという品種になります。冬の間もねベランダに出しっぱなしでもね育てることができる。そしてこちらをご覧いただくと分かりますけど、どんどんね株分けすると毎年ねどんどん増えていってしまうほど、とても育てやすい品種かなと思います。で今日はねこちらね、もうご覧ください、満帆満帆ですよね。もうなってしまって窮屈な感じがしたので、株分けしてね、それでノコギリをこちらの一回り大きい鉢にね植えていこうと思います。では、作業レッツ作業スタートになります。くまぱん園芸ではこちらのクリントンのね植え替えをしてみようと思います。この辺はまだね紅葉が少し残っていますね。でこちらの方はなんか新しい葉がね出てきたようで、グリーンの色になっているようです。ちょっとね飛び出すのがね、ここで折らないようにしながら、大変だな、抜けるかな、よいしょ、抜けますね、スポン、こんな感じでした、よいしょ。ちょっと根を揉みほぐしてあげようと思います。こういう時せっかくなんで、このようにねもう枯れてしまってる葉があれば一緒に取り除いてしまいましょう。どうかな、どこがどうくっついているかな。ついでにね株分けというかね少しね外れるようなものがあれば、株分けも少し隅の方の取ってしまってお友達にあげようかななんて思っていました。よいしょ、どうかな、開けてみたらねさすがに混み合っているようです。ちょっと割った方がいいかもしれませんね。ヒュヒュ、あ、こんな感じでどうでしょうか。こちらこれね切り口がね今いい感じに取れましたが、切り口が大きい場合はねトップジンなど塗って切り口を保護してあげてください。大丈夫ですね、これこのままいけそうです。よいしょ、なかなか普段手が入らないからこういう時はいい機会なのでね、こういう振る場、手が入る時かゆいところに手が届くって感じですか、取っちゃってくださいね。これはまた後で植え付けようと思います。ここに置いといて、で問題はこっちですね。こっちどうしようかな。一応ね今回ね一回り大きい鉢、もう底石ネットを入れてあります。ここに植え付けていこうと思いますが、これは混み合いすぎでしょうか。ちょっと2つぐらいに分けて入れてみようかな、どうかな、この辺でもう1つ分かれるかな、うまくポン、分かれましたね。このぐらいかな、このぐらいをここに植え付けるって感じでしょうか。どうしよう、こんなに増えちゃってお友達そんなにいないのに2つも3つも増えてももらってくれる人いない、困っちゃうな。どうしようかな、これ後でちょっとこちら置いといて植え付けますね。ではこの本体の方行こうと思います。よいしょ、一回ちょっとすいません、これ土汚いので片付けちゃいますね。くまぱん園芸ではこちら植え付けていこうと思います。先ほど話してた切り口が大きい場合はトップジンをつけるという話、ちょっとね中途半端になってしまっていたかなと思うので、こっちこんなようなものですね。だいたい切り口の保護、普通はね水和剤ですが、このようにねハケにとって切り口にねちょっとね大きい場合はねこうこんな感じに塗るとね殺菌効果もあるので、さらにさらに一安心という感じですよね。では植え付けていきます。鉢底石がもう入っています。ここに今日もね培養土ね、もう多肉植物用の培養土、市販で売っているものになります。こちらを使っていこうと思います。そこに入れて、高さどうかな、どのくらいかな、これまたもうちょっと土入れた方がいいですね。よいしょ、で、害虫対策ポルトランなどもね一緒に入れといてあげてください。どうかな、このぐらいでどうかしら、ちょっと置いてみます。こ
これでね、土をあとはね、サラサラと入れていくだけで、もう完成なんて簡単ですよね。よいしょ。内側からも入れないと、私ね、いつもね、真ん中に植えられなくてね、根が出ないように必ずね、中に入れてあげてね。押してあげたり叩いてあげたりしてね、奥までちゃんと土が入ってることを確認してあげてください。まだもうちょっと入りますね。あんまりね、これグサグサってやると根が切れちゃうのでね、優しくやってあげてください。こんな感じでいかがでしょうか。品種名のね、タグも忘れずに刺しておきましょう。どうでしょうか。こんな感じで完成です。あ、これは本体の方ですね。あとはね、こう小さい方にね、先ほどのやつ株分けしたの入れて、こちらの方も植え付けて、こちらはお友達にプレゼント用にしようと思います。トマパン園芸、こちらの株分けした方もね、一緒に植え付けていってしまおうと思います。そうだ、こちらも忘れずに農薬を入れて、横からこうやって、カメラの横からやってると作業ちょっとしづらくてごめんなさいね、まごまごしちゃってよいしょ、どうかな。どうでしょうか。あ、葉の間にこういう風にね、大きく大きいこう土とかね、入ってしまってる場合はピンセットで取り除いてあげましょう。本当はね、もっと時間があるときは丁寧にね、全部取ってあげた方がいいですね。今日は私ちょっと急いでるので、こんなところでご勘弁ください。こんな感じかな。こんな感じで小株の方はいかがでしょうか。完了です。トマパン園芸、こんな感じでクリントーの植え替え作業完了しました。株分け植え付けですね。こちらは親株になります。いい感じに、ちょうどいい感じになりました。そして小株、本当に増えやすい品種ですね。今回もね、こんなにね、2つも増えました。でクリントーの育て方、クリントーね、特に気を使わないっていうのがね、くてもね、育つ、とても育てやすい品種だと思います。お店この後ね、植え替え後もうすぐに始めてしまって OK です。なので私もね、この後すぐにお水やりをしようと思います。あと気になるの、置き場所ですかね。だいたいね、そんなに真夏の直射日光だけはね、危ないので気をつけてください。明るめのところに置いてあげて、あんまりにもね、日陰、暗いところに置きっぱなしだとさすがにね、気を使わないクリントーでもね、弱ってしまうので、それだけ気をつけてあげてください。ではこの動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねを押してお知らせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ブログやツイッターも書いていますので、よろしければそちらの方にもぜひ遊びにいらしてください。ではまた次の動画で皆様にお会いできるのをとっても楽しみにしてます。またねー、バーイ、くまくま、バーン、またねー。クマパン園芸。